え、なんでショートカットが必要あるん？なんで？なんでな？よし、これでミッションコンプリートしたで、いや、一回帰ろう。ただいま。戻ったね。ネズミさん、すごいすごい。受信アンテナの向きが直ったから、これでシグナルを調整できるよ。できた。でも大きなアテナはキブリンボックスを再起動しないと動かないんだ。そろそろ戻る時間だね。そうだ、ネズミさん。僕は83年の間、この仕事をしているけど、いろいろなスピリットガーディアンに会ったよ。いいガーディアンもそうでないのもね。だからね、君は本物のスピリットガーディアンじゃないけど、ガーディアンにすっごく向いているってわかるよ。もしかしたら、いつかね。ネズミさん、またね。おや？キブリンボックス再起動しに行きましょう。これね。アップデート、東、アンテナを起動できています。起動できます。再起動の許可を持っています。どうぞ。再起動を開始します。キブリンたちの返答を待っています。準備 OK！ キドプロセスが成功しました。東アンテナは正常に作動しています。神様は親切な生き物へはお礼をするように私をプログラムしました。どうか私のハートコアの底からのお礼を受け取ってください。よかった、今取れって言われてさ、それ届かないんだけどと思った使わない部屋の電気を消しましょう。キブリンのエネルギーの節約になります。節電モードに入ります。Goodbye, world. お手伝いしてくれてありがとう。この地域に天気送らなきゃ。ネズミさん、またね。お優しい音楽。え、なんかこれやっぱ、青いライト需要の意味あんのかな。だって報酬がそれってさ、どういうことって思うじゃん、やっぱり。おじいさん喜んでるかな。もう終わってるかもね。時間かかりすぎてでリアルタイムでもう何分やってんだかわかんねえんだけど。ごめんよおじいさん、終わりだけ見れたかな。テレビがついた。信じられない、ちょうどドラマが始まるところじゃ。この新しいオープニングはよくできてるの。ムッシュ、第2シーズンのオープニングが一番ですよ。ルイ、つまらんと言っていたのに、どうしてそんなことを知っているんじゃ。ああ、そういうことか。実はドラマ好きなんだね。弟がこのドラマが好きで、ずっとこの話をするんですよ。グラス磨きに集中させてください、ムッシュ。それはドラマの間違いでは？そういうならそうなんじゃな。とにかくドラマが始まるぞ。じいさんはもう分かっておるぞ。これバレてるぞ。ハッピーです。ゲットだよ。おお、ちょっと刺激的。なんか、おいネズミ、あの老人を助けることはできたな。上手できた。
南の広場の俺のところに戻ってこい。何？南の広場ってどこだ？バカめ。俺にそれがわかると思うんだ。そっちか、どっちだ？今見てる方の反対側だ。お。そうか、ここ突き破ってこっち来たっけ。もうそれも忘れてたわ。あの上か、あの上どうやって帰ったっけな。あ、そうか、今あれがあるんだった。最初どうやって行ったかもう覚えてないよ。あれ完全にまぐれだったから。上にたどり着いたの。うん、帰ってきたよ。おお、失敗すると思っていたが、お前は本当にあの老人を幸せにしたようだな。よし、ハピネスを渡してくれるか。やだよ。おいおい、俺様を助ける以上に大切なことがあるのか。結構余裕あるな、こいつ。よし、じゃあ始めようか。なに、そこに座ってじっとしてな。よし、よし、ちょろちょろっと、ほんの少しだが俺様のパワーが戻った。だけどこれじゃ家に戻れない。今のままじゃギブリンを少し動かす、浮かせるくらいしかできないな。最悪の事態だ。またお前に頼らないといけない。そんな顔するなよ。お前の努力に感謝していないわけじゃないんだ。ただ、恥ずかしいんだ。いや、もう東の通りに戻ってくれ。もう一人誰かが助けを必要としているみたいだ。何をするかわかるだろ。俺にはもっとハピネスが必要だから、お前にまた東の通りにも行ってほしいんだ。他のスピリットガーディアンたちから聞いたら、サンテクリアのキブリンたちはなんていうか変わってるんだ。つまんない村の生活で満足しちゃってるんだ。俺なら耐えられないね。全知全能の神様が同じ光から俺とあのおバカたちを作ったなんてや。け、本当に笑えるし、バカげたコートさ。おしゃべりはもう十分だ。さあ、東通りに行ってくれ。そうだ、下の本質が見えるか。キブリンがうろうろしているのが見えたぞ。キブリンたちは俺と違って自由に動くことができる。少しくらいは働いてお前を助けてもらわないとな。そうすれば少しはお前の仕事が楽になるだろう。無理なことをお願いしているとは分かっているんだ。とにかく俺をうるうるした目で見つめてばっかりないで、仕事だ、頼んだぞ。普通のネズミにこんな仕事は大変だよな。イルミネーションと電球。